いい名付けは、アレッサンドロ・マンゾーニの長編小説。1827年に刊行された。イタリアでは、ダンテの新曲と並ぶ国民文学とされる。17世紀のスペイン統治下の北イタリア農民の姿を描いた歴史小説であるが、マンゾーニはこの小説の執筆を通して、近代イタリア語を完成させたと評価されており、 イタリア統一運動を文化的側面から支える役割も担った。また、1630年頃にミラノを襲った国史病の記述でも注目されている。言い,い名付けのルチーアと離れ離れになったレンツォは警察に追われる身に、一方、ルチーアにもさらに過酷な試練が、卓抜な描写力と絶妙な語り口で時代の風俗、社会、人間を 生き生きと蘇らせる大河ロマン。異文学の最高峰、完結編。基金やドイツ人傭兵隊の侵入、ペストの蔓延などで後輩を極めるミラーの領内。物語は、あらゆる邪悪のはびこる、市中の混乱を、まざまざと描きながら、感動的なラストへと突き進む。フェデリコ・バルバロと、小型被災協約が、婚約者のタイトルで、岩波文庫で刊行。 長年この半本のみだった。1989年に、平川助弘役がカーディショ防震者で、いい名付け -17 世紀ミラーノの物語を、刊行。読売文学賞、日本翻訳出版文化賞、ピーコデ・ラミランドラ賞を受賞した回評価を得たことも、あり、このタイトルが周知されている。ありがとうございます。